海とは、新潟県新潟市中央区の品野川、本川下流域において整備された浸水型堤防である。1980年代に着工した、のり面勾配の緩やかな浸水型堤防であり、当時全国初となる5割勾配が採用された。堤防の高さは平均で約2メートル、幅は広い箇所で約15メートルを有し、 市民の憩いの場となっている。また広大な敷地面を活用し、イベント会場などにも利用されている。整備事業のうち、堤防は、品野川の河川改修事業の一環として、国土交通省北陸地方整備局、品野川下流河川事務所により行われている。また、堤防の整備に合わせ、新潟市が堤防の外閣部に、緑地帯や公園を整備している。 安らぎ津みの整備区間は、関屋分水との分岐点付近の品野川水門から、万代橋までの延長約 4.5km の両岸となっており、2015年時点では一部の区間が未整備となっている。安らぎ津み河川敷付近の様子に新潟市域は元来、河川や海の水面の高さよりも土地が低い地帯が多いことから、 洪水や津波に対し非常に脆弱な地域で、大川津分水路が改作されるまでは、洪水が頻発し、また1964年に発生した、新潟地震による津波では、品濃川河口から、現在の中央区川岸町付近に至る広い範囲まで、浸水被害が及んだ。その新潟地震の災害復旧事業の一環として、 現在の関屋分水路分流点から川口までの本川下流域には堤防や護岸が整備されたが、これらはあくまでも応急的な防災施設に過ぎず、また、品野川自体も国が設定した計画流量を確保するには不十分なままとなっていた。そんな中、1970年12月に品野川公園構想が浮上。関屋分水路の完成後、 分水路から八千代橋間の下岸を川幅3分の1程度まで埋め立てて公園にするというものであった。新潟県と新潟市、新潟商工会議所などが実現に向けて動き始め、1971年計画図を発表。1975年1月に策定された第2次新潟市総合計画にも盛り込まれたが、1978年に、 新潟市が実施した、品野川公園に関する市民アンケートで賛成が56%にとどまり、洪水や美観上の問題から反対意見も多く、新潟市は慎重に検討を行うことにした。新潟市などによって、品野川公園構想が計画されている頃、建設省では大洪水に備えて、品野川本川下流域の堤防を改修し、 防災機能を確保する計画を立てていた。新しい堤防の計画は高い壁のような堤防を設けるものではなく、快適な憩いの空間を水や緑に親しめる環境を求める人々の意識の変化に対応したものであった。両岸とも当時の堤防の川側に勾配の緩やかな幅20メートルほどの新しい堤防を設け、さらに15メートルほどの河川敷、 堤防の陸側には自転車道と道路、緑地を置いて人々が行こえる安らぎの場として浸水型堤防を整備する計画であった。1983年冬に着工した。新堤防は安らぎ包みと命名されて1987年に本工事が開始。基本的な工法は川底を浚渫して掘り下げることによって断面積を広げて、 流量を確保し、川底から掘削した土砂を利用して、堤防をかさ上げするというもので、最初に着工した、昭和大橋から JR 越後線鉄橋間が1988年7月に、市民が緑や水に親しむ緑地として完成し、翌年に一般開放された。国土交通省では2011年3月11日に発生した。 東日本大震災を受けて、安らぎ、包み周辺部の液状化現象による沈降や崩壊、さらには津波による浸水を防止するため、地下の基礎地盤を強化する、耐震対策工事を実施している。まず2012年度に、左岸側で、続いて2013年度に、右岸側で実施し、地盤の強化が図られる予定である。万代橋から八千代橋にかけての18ヘクタールの、 区域は2016年、河川空間のオープン化を図り、河川意地専用順位則に基づく都市、地域再生等利用区域に指定された。これによって、水ベリングプロジェクトなど民間事業者による賑わい創出が進んでいる。2017年度から、新潟県三上市に本社を置くアウトドアメーカースノーピークが、 エリアマネージメント事業者となり、期間限定でうがん川を中心にオープンカフェや、バーベキュー、ビアガーデンなどの飲食店テナントを誘致しているほか、同社製品を用いた体験キャンプのイベントや、キャンピングオフィスの提供などが行われている。注釈出店。ありがとうございます。